強い台風十三号ですけれども、三次現在、奄美大島の西北西の海上にあります。まず、現在の位置と予想進路をご覧ください。三次現在ですけれども、奄美大島・奄美市の西北西。およそ百六十キロの海上に台風の中心があります。この台風、昨日から見ますと。 発達をしてきておりまして現在最大風速が35メートル、まあ、強い台風となりましたこの後も西寄りに進む見込みでして明日16日の午前中に中国大陸 上海付近に強い勢力で上陸する見込みとなっております。一方、日本付近への影響ですけれども、すでに山見地方に関しては台風の暴風域からは外れた状況になっています。昨夜最も接近した時には最大瞬間風速で30メートル以上の突風が吹いたところもあったんですけれども、徐々にこの後風の方は弱まり始めていく,くというふうに見られます。一方で雨雲に関しては、 まだ台風を取り巻く強い雲が一部に残っておりまして、1時間に10ミリ、20ミリといった強い雨を降らせております。この奄美地方、これまでの雨量がかなりのものになっておりまして、奄美市なぜではトータルの雨量が250ミリに達しております。この後 雨雲もですね、だんだんと東シナ海の方に離れていくんですけれども、まあ、これまでの雨で地盤が緩んでいる可能性があります。奄美大島に関しては特に、まあ、地盤の緩み、土砂災害などには引き続きお気を付けください。一方ですね、この台風、離れてはいくんですけれども、もう少し北側、今西日本の太平洋側にも活発な雲を、 流し込んでいるようなな状況になっておりますこちらはです、ね、台風周辺の湿った空気が今日の日中も流れ込む見込みでして九州から紀伊半島にかけて雨雲がかなり発達をする恐れがあります、まあ、四国地方を中心に激しい雨が断続する見込みですので台風から遠いエリアに関しても雨の強まりお気をつけください、まあ、道路冠水ですとか河川の増水地盤の緩みなどを引き起こす可能性があります そして、波の影響です。波に関しては台風が遠ざかった後も奄美地方や種子島・屋久島地方を中心に3メートルあるいは4メートル以上といった高波がまだ今日の日中にかけても残る見込みです。さらららにこちらも台風から離れた、 九州の沿岸部や四国沿岸部、また紀伊半島から東海、伊豆諸島の南部にかけても2メートルあるいは3メートルといった高波が今日はまだ押し寄せてくるということが想定されます。えー、引き続き台風から離れているところでも海のレジャーは十分お気を付けください。最新の台風情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。